公開鍵証明書の発行プロセス暗号において公開鍵証明書認証局または認証局は他の当事者にデジタル公開権証明書を発行する実定である。これは信頼できる第三者機関の例である。サービスに課金する商用 CA は多い。政府などでは CA を独自に立てていることがあり、またそれ以外に無料の CA もある。CA は 公開鍵証明書を発行する。公開鍵証明書には公開鍵と持ち主の記載があり、記載の個人、組織、サーバその他の実態が、この公開鍵に対応した私有鍵の持ち主だと証言する。このスキームにおける CA の義務は CA の発行した証明書にある情報を利用者が信頼できるよう申請者の身分を確認することである。 この基本にある概念は、もし利用者が CA を信じかつ CA の署名が検証できたならば、その利用者は、その証明書で特定されるものが、その証明書の公開鍵を所有していると検証できたことになる。CA が改ざんされた場合、システム全体のセキュリティは失われてしまう。例えば邪悪な攻撃者マロリーが、偽造の証明書を発行する認証局を手に入れ、 マロリーの所有している私有鍵に対応した公開鍵をアリスと紐付けると仮定してみよう。ボブはこの偽造証明書からアリスの偽造公開鍵を入手することになり、ボブからアリスへの意思疎通の安全性はマロリーによって侵害されてしまう。すなわちメッセージの複合や署名者のでっち上げにつながるのである。データやデータと同様に人、組織、 プログラムの身元を CA に示すとき、データと実体の関係が正しいことを保証するということは困難なため、CA は往々にして複数の認証技術、例えば政府官公庁、支払い基盤、第三者データベースやサービス、発見的な方法を組み合わせて使用する。一部の企業システムでは外部の当事者にも使うことのできるような、 ケルベロス認証といった局所的認証形式が証明書の入手に使われる。時には、署名が交渉された当事者を個人的に知るために、交渉の必要なこともある。これは、多くの CA が到達し得る範囲よりも高い標準となる。2007年9月のセキュリティスペース調べでは、ベリサインとそこが取得した、ソートよびジョトラストらが、 CA 市場のシェアの57.6%を占め、以下コモド、ゴーダディと続く。2010年に大手セキュリティベンダーのシマンテックがベリサインの証明書事業を取得したが、2017年にリジェサートに同事業を譲渡している。以下の認証局が一般公開用のデジタル証明書を無料で提供している。2016年10月、 中国ウスインとイスラエルのストルテコムという二つの認証局が電子証明書を不正に発行していたことが明るみに出て両社の経営陣が交代し監査を受けることになった。両社について Google、モジラ、Apple の調査で不正な証明書を多数発行していたことが明らかになっていた。Apple は今後両社の証明書を無効化することを発表した。 ありがとうございます。